ホームルームが終わったからやっと学級委員会に行けるぞ。今日は何の話をするんだろう。そろそろ文化祭とかの話かな。考えるだけでドキドキワクワクしちゃうな。Mちゃん、今日なんだかすっごくご機嫌だね。だって今日は学級委員会の日。どうしてわかったの？まあ見てればなんとなくわかるよ。前の学級委員会の時も朝からそわそわしてたし。でも学級委員って楽しいの？クラスをまとめたり行事の計画立てたり大変なイメージの方が強いけど。大変だなーって思うことはあるけど、でもそんなの忘れちゃうくらいすっごく楽しいよ。みんなにニコニコしてもらうにはどうすればいいのかなって委員会のみんなで考えるんだけど、それがうまくいってみんながキラキラ笑顔になってくれると私も嬉しくなっちゃうんだ。そっか、大鳥さんらしいね。それなら今日も目いっぱい頑張らないとだね。応援してるよ、エムちゃん。ありがとう。それじゃ行ってきます。行ってらっしゃい。今日の集合場所はあそこの教室だよね。あ、朝日奈先輩だ。こんにちは。大鳥さん、こんにちは。朝比奈先輩、今日も笑ってるのに笑ってないよ。どうしたの？いえ、何でもありません。今日も頑張りましょうね。うん、それじゃあ教室に入ろうか。朝比奈先輩、なんだか最近元気なさそうだな。学級委員になってから会うことが増えたけど、しょんぼりしてる感じがするし。大鳥さん、学級委員会始まっちゃうよ。お、はい、今行きます。わわわ、いろいろ考えすぎてぼーっとしちゃった。今から学級委員会なんだから、そっちのお仕事に集中しなくっちゃ。よーし、今日もみんながワクワクワンダホイになれるように、頑張るぞボランティア？あ、大鳥さんは初めてだよね。学級委員会では毎年地域で募集してるボランティアに協力しててね。去年は繁華街のゴミ拾いとか募金活動とか、あとは児童館の手伝いなんかもしてたんだ。へー、面白そう。実際やりがいはすごくあるよ。特に学級委員はただ参加するだけじゃなくて、ボランティアの細かい内容や段取りを考えたり、参加者を集めたり、運営みたいなこともやるから。え、運営までやれちゃうんですか？うん、先生たちもついていてくれるけど、基本的には私たちが主体になるんだ。もしかして大鳥さん、
運営に興味があるの？はい、私の夢のためにそういうのいっぱいやってみたいんです。そっか、じゃあいい機会になりそうだね。私は何のボランティアの担当になるのかな。ゴミを拾って街をキラキラにしたら、遊びに来た人もみんなニコニコってなってくれると思うし、募金活動をしたらきっとたくさんの人が笑顔になるお手伝いができるよね。児童館で小さい子とわーって遊ぶのもとってもワンダフルだし、どれになっても一生懸命頑張ろう。わかりました。うーん、えい、あ、私は草むしりでした。お、それなら私と一緒だね。え、朝比奈先輩も草むしりなんですか？やったー、一緒にいっぱい草をむしむししちゃいましょう。おとりさんと一緒なら楽しいボランティア活動になりそうだな。一緒に頑張ろうね。はい。うーん、やっぱり笑ってないよ。あ、でも一緒の担当ってことは先輩を笑顔にするチャンスがあるかもだよね。それなら草むしりのボランティアも、笑顔作戦も、どっちも頑張っちゃおう！じゃあ、まずはボランティアの内容を確認しようか。プリントによると、草むしりをする場所は、この地図の範囲みたいだね。この神社の境内と、周りの住宅街がメインになりそう。ふむふむ。それから実施日は町内会から指定があるけど、時間帯は私たちで決めていいみたい。となると私たちが考えないといけないのは主要時間の洗い出しと募集人数の設定。あとは、すごいなあ、朝比奈先輩、テキパキ進めてかっこいい。よーし、私も。はい、あとは当日の持ち物とか私たちが準備しなきゃいけない備品も確認しておかないとですよね。そうだね、草むしりのボランティアは毎年やってるはずだから、去年の資料を参考にしてみようか。はい。うん、備品のリストはこれで良さそうかな。集合場所と集合時間も大丈夫そうですね。それじゃあ、あとはボランティアに参加してくれる人をどうやって集めるかだね。え？人ですか？うん、今回の草むしりの範囲は結構広いから30人くらい必要かなって思うんだけど、今の時期ってうちの生徒は受験とか部活で忙しいし、真夏に草むしりってあんまりやりたい人もいないしね。もちろん熱中症対策はちゃんとやる予定だけど。あ、そっか。それじゃあみんなに草むしりしたいぞーって思ってもらえるように呼びかけましょう。草むしりしたいって思ってもらえるようにか、結構難しいね。まずポスターやチラシは貼るとして、他に何かいいアイディアがあればいいんだけど。わっ、ショーをやるのはどうですか？え？草む
むしり楽しいなってショーをやったら、やってみたいって思ってもらえるかもしれません。ショーか、確かに宣伝としてはありだけど、でもそのショーを作るための時間や人手や、あとは機材や場所のことを考えるとちょっと難しいかもね。あ、そっか。じゃあ二人でパレードをやっちゃうのはどうでしょう。パレード？はい、私が太鼓をどんどんするので、先輩はリコーダーを吹いてください。それで楽しい草むしりだよーってやれば。あ、でも街の中で大きな音出したら迷惑になっちゃうかな。もう少し考えてみようか。次のアイデアは？あ、もう下校の時間だね。全然いいアイデアが出せなかったよ。いっぱい考えてくれてありがとう、大谷さん。私も考えてみたけど、なかなか難しいね。でも、まだ当日まで時間があるから大丈夫だよ。ゆっくり考えていこう。ひとまずは、最初に話した通り、ポスターやチラシを作って宣伝してみようか。あ、それなら、私が作ります。絵を描くの大好きなので。そっか。じゃあ、お願いしちゃおうかな。それでもしポスターで人が集まらなそうだったら、また別のやり方を考えてみようか。はい、了解です。よーし、まずはみんなに興味を持ってもらうためにポスター作り頑張るぞー。一番乗りだ。よーし、スケッチブックとあとペンも用意して、ワクワク草むしりポスター大作戦開始。草むしり楽しそうって思ってもらえるように、みんながワクワクしちゃうポスター作らなくっちゃ。まずは一番上にワクワク草むしりボランティアって書いて、日付ってどこに書いたらいいんだろう。あ、そういえばショーのポスターはいつも下の方に書いてた。よーし、日付は下の方に書いて、真ん中は草むしりしてる絵を描こうっと。みんなでニッコニッコ草むしり。あ、やっぱりエムちゃんだ。花見ちゃん、おはよう。おはよう。美化委員の仕事をしてたんだけど、エムちゃんの声が聞こえたからつい覗きに来ちゃった。あれ、それって何を書いてるの？これ見て見て、じゃじゃーん。ワクワク草むしりボランティア。うん、今度学級委員の仕事で草むしりボランティアをやるんだ。それでたっくさん人が参加してくれるようにポスター作ってるの。そうだったんだ。草むしりしてる人もニコニコしてて素敵なイラストだね。これならきっとみんな楽しそうって思って参加してくれるんじゃないかな。ほんと？よかった。あ、そうだ。花見ちゃんも絵を描いてくれたら、もっとワンダホイなポスターになるかも。え？私、花見ちゃんの絵大好きなんだ。
キラキラーとかホワホワーとか、花見ちゃんの思いがいっぱい伝わってくるから。エムちゃん、あとどの絵もグオーッとカーンって感じがして、見ててとっても楽しいんだ。それは褒めてるのかな。ありがとう、エムちゃん。それじゃあ端っこのところにちょっとだけ描いちゃおうかな。わーい。こんな感じでどうかな。これって、蝶々さん？ううん、これはね、お花のつもりなの。雑草がなくなったら、その分綺麗なお花が咲いてくれるかなって思って。あ、ほんとだ。黄色いチラチラってところがおしべで、周りの白いひらひらが花びらだね。ちょっとわかりづらくてごめんね。それじゃあ私はそろそろ。ねえねえ、この花もっと描いて。え？そしたらもっとワクワクするポスターになると思うから。じゃああとちょっとだけね。花見ちゃんのおかげで、すっごくワンダホイなポスターができちゃいそう。朝日奈先輩に見てもらうの楽しみだな。じゃあお箸はこれを使わせてもらいますね。うん、ご飯も全員分よそえたから、そろそろ食べようか。うん、いただきます。今日はありがとうございます。私まで夕飯をご一緒させていただいて。うん、こっちこそありがとう。おばあちゃんからたくさん野菜が送られてきたけど、そのままだとすぐ傷んじゃうから、一緒に食べてもらえて助かるよ。よかったです。でもできればお二人でたくさん食べてくださいね。ナスの煮浸しも前よりうまくできたと思うので。ありがとう。最近なんだか疲れてるね。もしかして夏バテですか？よければ今からもう少し食べやすいものを用意しますよ。うん、大丈夫。少し考え事してただけ。考え事ですか？うん、今度学級委員の仕事で草むしりのボランティアの運営をするんだけど、なかなか人が集まらなくて。草むしりってもしかして M ちゃんと一緒にですか？そうだけど。あ、少し前に M ちゃんが教室でポスターを作ってるのを見かけたんです。うん、そうだったんだ。ボランティアの人集めか、大変そうだね。うん、今年は暑いからか、思ったよりも集まらなくて。だから別の宣伝の仕方を考えないとって思ってたの。それでたくさん人が参加してくれるようにポスター作ってるの。アンケートフォームを確認してみたけど、やっぱり参加希望者は増えてないみたい。そうですか。まあ、
どうすればもっと参加したいって思ってもらえるんだろう。そうだね。あとはできそうなことは。失礼します。 M ちゃん、朝比奈先輩、少しいいでしょうか。あれ、花見ちゃん、どうしたの？美化委員のお仕事？ううん、その…よければ、草むしりのボランティアを手伝わせてもらいたいなって思って。え？ほんと？一緒に草むしり、やってくれるの？うん、それと…よかったら、運営も少し手伝っていいかな？エムちゃんたちすごく頑張ってるみたいだったし、少しでも力になりたいなって思って。ほなみちゃん！ありがとう、望月さん。そこまで言ってくれるなら、お手伝いしてもらおうかな。はい、一緒に頑張ろうね。ところで、今もまだ人は集まってないんですか？うん、ボランティアの中でも大変そうっていうイメージが強いみたいで。そうですね、体力を使う仕事ですし。でもみんなで綺麗にできたら楽しいって思うんだけどな。楽しい？新しいイメージを付け加えるのはどうでしょう。新しいイメージ？はい、例えばですけど、参加したら美味しいご飯を食べられるってことになれば、大変だけど嬉しいってなりそうですし。おお、なるほど。予算もあると思うので、そこまで大したことはできないと思うんですけど。いいアイデアだと思う。実際、大変だけど楽しいことがあるって伝えた方が、興味を持ってくれる人は多いと思うし。大変だけど、楽しいことがある。どんな楽しいことがあれば、みんな草むしりに行こうって思ってくれるかな。学校の子も、地域のおじいちゃんおばあちゃんも、ちっちゃい子も、楽しそうって思ってくれそうなこと。大谷さんの言うように、いいアイデアが浮かぶかもしれないしね。はい、お兄ちゃんたちも新しいアトラクションとかイベントを作るときは現場を見ることが大事って言ってたし、いっぱい観察して草むしりを楽しくする方法を見つけられるように頑張ろう。かわいい公園だね。それに日陰が多いから結構涼しそうだね。休むのにちょうどいいかも。休む？あ、そうだ、ここでお昼にお弁当を食べるのはどうですか？いいね、なんだかピクニックみたいになりそう。うん、お昼は各自で自由に取ってもらう予定だったけど、みんなで一緒にご飯を食べながら休憩した方が楽しくなりそうだね。でも、それだけだと人を集めるには少し弱いかな。
ここにもないか歩きながら考えてみよう。はい。あ、神社が見えてきたよ。本当だ。なんだか雰囲気のある神社ですね。うん、結構年季が入ってるっていうか。あ、あそこいっぱいカラスが止まってます。カーカー、こんにちは。お返事してくれたよ。ちょっと怒ってるようにも見えるけど、とりあえず行ってみようか。何か発見があるかもしれないし。はーい、いっぱい探検しましょう。はい。やっぱり薄暗くてちょっと怖いですね。そうだね。でも木陰が多いおかげか、暑さはあんまり感じないな。お、確かにこれなら作業しやすそうですね。うん、そんなに暑い場所じゃないよって教えてあげたら、来てくれる人もちょっと増えるかも。え？失礼ですが、あなたは。そうだったんですね。はじめまして。私たち、宮益坂女子学園の生徒です。今度、ここで草むしりのボランティアをするので、どんな場所なのかなって見に来ました。私は少し驚きましたけど、でも緑がいっぱいで素敵なところだと思います。私も今日実際にお邪魔してみて、歴史を感じることができるいい場所だと思いました。しないし、あの、この辺りのおすすめスポットとかってありませんか？みんなが楽しいってなれるような。裏山？こちらに見える山ですか？あ、木がいっぱい生えてるからドヨーンって感じがするんだ。私はお化けが出てきそうな感じがして楽しいなって思うけど。ん？お化け？
うん、私も先生から聞いてびっくりしたよ。今日だけでも10人くらい増えたんだって。10人もですか？みんな M ちゃんの作ってくれたポスターとチラシを見て応募してくれたんだよ。あのポスターすごく良かったよ。草むしり、肝試しって並べて書いてあって、肝試しをやることも伝わりやすかったし、私のクラスメイトも気になったみたいで、なんで草むしりで肝試しやるのって盛り上がってました。エムちゃんが頑張って用意してくれたおかげだね。あのみちゃんも手伝ってくれてありがとう。これでどうにか人数の問題は解決しそうだね。でもまさか草むしりの後肝試しをやろうって言うなんて思わなかったな。神社とか裏山が怖いって聞いた時、うちのお化け屋敷のことを思い出したんです。怖いけど、でもとっても楽しいものがあるって。確かに怖いのって苦手な人もいるけど、同じくらい好きな人もいるよね。怖いのを逆手に取るなんてさすがだね。びっくりしちゃった。みんなで頑張って楽しい肝試しにしちゃいましょう。それなんだけど、私怖いものが少し苦手だから、肝試しのお手伝いがちゃんとできるか不安で。大丈夫、怖がりの人もちゃんと楽しめるワクワクニコニコの肝試しにしちゃうから。ワクワクニコニコの肝試し？全然イメージできないけど、 M ちゃんが作ってくれるならきっと楽しいんだろうな。うん、任せて。よし、それじゃあ早速肝試しのアイデアを出していこう。おお、じゃあ肝試し全体の流れはこの前の話をベースにしていこうと思うけど、いいかな？はい、草むしりの後境内に集まって、そこから一組ずつ裏山に行こうですね。あ、一組の人数はどれくらいにしましょうか？肝試しはだいたい二人一組な気がしますけど。二人だとワイワイってしにくいから、3人一組はどうかな。そうだね、暗い山道も歩くし、できるだけ人数は多い方が良さそう。じゃあ3人と、あとはどれくらいの間隔で出発するかとかも決めた方が良さそうですけど、そのあたりは境内からゴールの裏山の目印までの距離とどんな風に脅かすかによって変わりそうですね。うん、ゴールまでの距離は今度測るとして、今日はどんな風に脅かすか考えていこうか。はい、はいはい、私ぬいぐるみさんみたいな怖くないお化けさんになってバーって脅かしたいです。ぬいぐるみみたいなお化け？確かにそれならあんまり怖くなさそうだね。じゃあ今日はお化けのデザインを考えて、その後週末に。ふっふっふ、お化け化け化け、お化け作りのお買い物。話し合っていたら思ったよりいろんなお化けのデザインができましたね。うん、ただ。さすがに3人で全部は作れないだろうから、ちょっと絞る必要はあるけどね。とりあえず最初はショッピングモールの手芸屋さんに。あれ、真冬？え？あー、やっぱり真冬だ。それにほなみちゃんとエムちゃんも。水木と日の森さん、どうしてここに？
ふんふん。今日はしずくちゃんとミシンラウンジに行ってきたんだ。みんなは今からどこかにお出かけ？はい、これから肝試しの買い物に行くところなんです。肝試し？学校で草むしりのボランティアをやることになったんですけど、その人集めのために何か楽しいことをやろうってなって。なるほどね。それで肝試しをやることになったんだ。うん、それで今から可愛いお化けさんの衣装を作るんだ。え、可愛いお化け？ボランティアは地域の人も参加するから、怖がりの人も楽しめるようにできるだけ可愛いお化けになって脅かすことにしたんだ。へえ、何それ、すっごく面白そう。ねえ、それ手伝ってもいい？僕衣装とか作るの結構得意だし役に立つと思うんだ。ピンクのフリフリがついたお化けとか猫耳のお化けとかいっぱい作っちゃうよ。本当ですか？うん、それに草むしりと肝試しもバイト代わってもらえたらいけると思うし。あ、でもこれって他校の人間が関わっちゃうとまずいかな。そんなことないよ、この辺りの地域の人たちも募集してるし。でも本当にいいの？もちろんいいよ。さっきミシンラウンジ行ってから作りたい欲も爆発してるし、面白いことはやりたいしね。そうね、それなら私もお手伝いさせてもらおうかしら。草むしりの火も開けられないか確認してみるわ。え、ひのもりさんも？でもお仕事で忙しいんじゃ。今は少し時間があるから衣装作りの時間くらいは取れると思うし大丈夫よ。そっか、そう言ってもらえるとすごく助かるな。気にしなくても大丈夫よ。それに朝比奈さんは知っていると思うけど、実は私肝試しに役立ちそうなものを持っているの。肝試しに役立ちそうなものですか？あ、それってもしかして？あれのことよ。そっか、確かにあれなら肝試しに向いてるね。あれ？何その意味深な会話、すっごく気になるんですけど。それなら衣装作りの日に持っていくわね。もうそうやってじらすんだから。ってことで僕としずくちゃんもお手伝いしたいんだけどどうかな、大丈夫？はい、よろしくお願いします。ありがとう。みんなよろしくね。じゃあ早速買い物行こう。可愛い布とかたくさん売ってる手芸店も知ってるんだ。うん、みんなでゴーゴーレッツゴーだね。はい、みんな集まって、ちゃんと順番に並んでね。ちっちゃい子もいっぱい集まってくれてよかった。本当ね、地域の人たちもたくさん集まっていて大盛況だわ。やっぱり肝試しが珍しいみたいで、それを目当てに来てくれた人が多いみたいです。よーし、草むしりも肝試しも楽しんでもらえるように頑張るぞ。さんの姿が見当たらないような。それなら今連絡が来たよ。瑞希は肝試しから参加させてほしいって。やっぱりアルバイトの代わりの人が見つからなかったらしくて。
終わった後、夕方から来るみたい。ごめんね、その分肝試しで働きますって書いてあったよ。そうだったんですね。じゃあ草むしりは私たち4人で頑張りましょう。うん、ニコニコ草むしり作戦絶対成功させようね。あら、そんな素敵な名前がついていたのね。多分今決めたのかなって思うけど、でもおとりさんらしいな。それじゃあみんな行くよ。えいえい。おお。どうしたの？大丈夫？この草ね。これはね、スコップを土の中に差し込んでくるっと回して、その後に引っ張ってあげると抜けるのよ。すごく綺麗に抜けたね。おめでとう。それじゃあ成功のお祝いに、はい、タッチ。皆さん、抜いた雑草はビニール袋に入れて、こちらのゴミ回収所に持ってきてください。ふっふっふっ、そんな頑張ったみんなにはご褒美があります。朝比奈先輩とシャキシャキって作りました。かき氷です。全員分あるから並んで取っていってね。かき氷作戦大成功だね、大鳥さん。はい。お、でももう大行列になっちゃった。いっぱい削らなくっちゃ。くるくるくるるー。安いからってかき氷機を手動にしたのはちょっと失敗だったかもね。みんなで食べるご飯ってやっぱりすっごく楽しいね。草むしりを頑張ったからより一層美味しく感じるわ。午後も頑張ろうって気持ちになるよね。それにみんなも。みんな地域の人たちとも楽しそうに話してるね。ここで食べる計画にしてよかったな。死んでくれてよかった。よーし、私も最後まで頑張るぞ。あと30分くらいしたら草むしりは終わりそう。ちゃんと段取り通りに進行できてよかった。でも肝試しが終わるまでは気が抜けないな。油断すると事故が起こるかもしれないし。朝比奈先輩。あ、望月さん、お疲れ様です。これスポーツドリンクです。よかったらどうぞ。大変だと思いますけど、朝比奈先輩もちゃんと休憩してくださいね。あ、うん、ありがとう、望月さん。大丈夫ですか？え、
お世話かもしれませんけど、無理してないかなってちょっと心配で。あ、大丈夫、みんながいろいろ手伝ってくれるからそこまで疲れてないし。そうですか、それならよかったです。でももし何か大変なことがあったり疲れたなって思ったら言ってくださいね。私でよければいつでも力になりますから。望月さん、ありがとう。脅かしポイントに目印つけて完成。私は準備バッチリだよ。花見ちゃんたちは？こっちも仕掛けは設置できたよ。あとはみんな。あ、みずきちゃん。待たせちゃってごめんね。最後のお客さんにコーデ相談されて結構悩んじゃって。お疲れ様。肝試しはまだ始まってないから大丈夫よ。うん、一緒にいっぱい楽しく脅かしちゃおう。ありがとう。遅れてきた分脅かし役めちゃくちゃ頑張るよ。うん、よろしくね。それじゃあみんな揃ったし、簡単に流れを確認しようか。まず役割だけど、私が参加者をゴールまで誘導する役で、みんなが脅かし役だね。参加者は3人で1組、私たちが脅かしポイントに着いたら合図を送るから。そしたらみんなでびっくりさせちゃおう。おー、私からはこんな感じだけど、大鳥さんから伝えることがある？伝えること、あ、そうだ、私はこの肝試しで参加する人だけじゃなくて、おたかずしたも案内する人もみんなが笑顔になればいいなって思ってます。だから。ニコニコ笑顔になれるように、私たちも一緒に楽しみましょう。はーい。暗いから足元に気をつけながら歩いてね。これはどうかな。もしかしたらみんなを置いて逃げちゃうかも。あ、待って、何か聞こえない？ガルルルー、ガオーガオオッケー。わおわおわお。でも、ここには犬以外にも
いろんなお化けがいるから、油断は禁物だよ。してくれてるみたいだね。ありがとう、バケさん。それじゃ、先に進もうか。バイバイだにゃーん。ここって、出るって話があるんだ。ほら、出たよ。こんばんは。これが雪女の力よ。暑い夏にはぴったりでしょ。ここで涼んだら気をつけてゆっくり進んでいってね。すっごく様になってたね。本当の雪女みたいで、とっても素敵ですね。上白さんに雪を降らせる機会を借りられてよかったわ。可愛いだけじゃなくて、涼しい肝試しにできちゃいましたね。それじゃあ、この調子で、どんどん脅かしていっちゃいましょう。参加者全員無事に下山して帰られました。あ、一組だけお手洗いに行かれているので、その方たちを見送ったら終了です。あ、最後の一組のお子さんみたいですね。どうしたんだろう。
みんな帰ったことだし、僕たちは片付け始めなくちゃね。そうね、暗いからみんな気をつけて片付けましょう。だいぶ雰囲気が出てきてますしね。あ、神主さん、借りていた道具類もお返ししたいので、倉庫の鍵をお借りしてもいいでしょうか。どうかされたんですか？え？よかったら探しましょうか。どのあたりで落としたかさえわかれば。肝試しのコースですか。そうなると見つけるのは少し大変そうですね。私は大丈夫です。エムちゃん、片付けしながら探せば早く見つかるかもしれませんし、手伝います。僕もやるよ。まだまだ元気あり余ってるしね。じゃあ決まりだね。コースは長いですし、分担して探していきましょうか。スタートから中間地点までを神主さんと日の森さんと水木に探してもらって、中間地点からゴールまでを私と大鳥さんと望月さんで探すのはどうかな。はーい、問題ないよ。ゴールまで行くんですね。なんか第2回肝試しって感じだね。みんなで頑張ろう。暗いとさすがに探しにくいね。そうですね、転ばないように気をつけないと。おなみちゃんどうしたの。今顔に冷たいものが。あ、多分それ葉っぱじゃないかな。ほら、そこの枝、ちょうど望月さんの顔の高さにあるし、少し揺れてるから。あ、ほんとですね。恥ずかしい。はなみちゃん、怖くないように手をつないであげるね。はい、ぎゅっ。ありがとう、エムちゃん。二人とも、仲がいいね。それにしても最後に大変なことになっちゃったね。そうですね、早く鍵が見つかるといいんですけど。うん、でも私はもう一回肝試しやってるみたいで楽しいな。それに朝日奈先輩がいつもよりちゃんとニコってしてるから、私も嬉しいし。え？ちゃんと？その、私、朝日奈先輩が、笑顔なのに笑顔じゃないみたいに見えることがあるんです。
近は特に、笑っててもしょんぼりしてるように見えて、ちょっと心配で。でも、今日は、先輩が本当にニコってしてるところが見えたような気がして。だから私、とっても嬉しいんです。どうして？え？どうして私がちゃんと笑ってると大鳥さんが嬉しいの？それは、朝比奈先輩がニコニコだと私も楽しくなってニコニコになっちゃうからです。理由になってない気がするけど。私もわかりますよ、Mちゃんの気持ち。私も身近な人が笑顔になってくれると嬉しくなるので。そういえば、あの時の私たちみたいに真冬にも笑ってほしいって思ったの。奏も同じことを言ってた。じゃあ大鳥さんや望月さんも奏みたいに私のことを思ってるってことなのかな。そっか。鍵だと思う。最初に借りた時見たんだけど、鍵には紐がついてたんだ。ああいう赤い紐だったと思う。そうだったんですね。よーし、それじゃあ私取ってきますね。たぬきさん、いい子だからじっとしててね。私は敵じゃないからね。ポンポコ、ポンポコ。うん、取れた。たぬきさんも嬉しそうでよかった。でも、なんであの子が持ってたんだろう。神主さんが落としちゃった後、たまたまあの子が通って尻尾に引っかかったとかかな。でも見つかってよかったね。あのままタヌキがどこかに行ってたら鍵も見つからなかったかも。確かに。本当にラッキーでしたね。うん、じゃあ瑞希ちゃんたちにも伝えて神社に戻ろう。よいしょ、よいしょ。椅子を倉庫にしまって。ふぅ。これで運ぶものは全部ですか？
ちらこそありがとうございました。それじゃあみんな、遅くなっちゃったし、そろそろ帰ろうか。ああ、肝試しもこれでおしまいか。なんだかあっという間でしたね。名残惜しい気がするわね。だね。あ、一番大事なこと言ってなかった！ M ちゃん、今日は本当にありがとうね。この企画、M ちゃんが考えてくれたんだよね。かわいいお化け作ったり、脅かしたり、すっごく楽しかったよ。お化け役だったのに、みんなの笑顔をたくさん見られて、幸せな気持ちになったわ。肝試しって聞いた時は怖かったけど、でも、M ちゃんのアイデアで楽しめたよ。これも、M ちゃんがみんなのためにたくさん考えてくれたおかげだね。みんなみんなが手伝ってくれたからだよ。こちらこそありがとう。うん、私も今日はありがとう。笑ってる。はい、こちらこそありがとうございます。私もっと学級委員の仕事頑張りますね。だからこれからもよろしくお願いします。うん、よろしくね。よかった、朝日奈先輩がニコニコになれ。みんなが笑顔になってくれるのってすごく嬉しいな。すごく嬉しそうだね、エムちゃん。うん、だって今日も